はい、こんにちは。はい、こんにちは。一人です。来ますよ、俺が。はい。今日は、はい、ですね、パパイヤを植えたいと思います。パパイヤ。はい。パパイヤ鈴木さん。そうパパイヤ鈴木さんです。なんか、いろいろ果物のなる木あるんですけど、うん、ちょっと自分たちでも育ててみたいなと思って。そうです、果物をなんかもともと植ってるビワか、はい、なんか、スイカ、あれ野菜なのか果物とかようわからんけど、はい、なんか果物って欲しいですね。そうですね、でちょっと南国っぽいパパイヤを、なんか肥料をあげて、うん、あったかいところだったらめちゃくちゃ成長が早くって。マジですか。でも冬とか大丈夫なんですか。はい、冬もギリギリなんとか。冬越しするのかな。多分できそうにないんだったらちっちゃいビニールを。あ、なるほどね。作ってっていう。これパパイヤ。そうですそうです。パパイヤの、で植えるところがここに植えたいんですけど、はい、そんなんが、うわ、先客がいて、うわ、もう枯れてだいぶ立ってるみたいなんですけどね。え、ちょっと待って、動きますよ。蹴ってみてください。無理無理無理。1ミリも動かない感じですね。え、これ取れると、いやー、どうでしょう、根っこを切っていくしかないかなって思うんですけど、根っこをもう、はい、ある程度見たらサンダーで切って、はいはいはい、そういうのでちょん切っていく作戦でいこうかと思います。はい、とりあえず場所作りから始めます。 OK、 やっていきましょう。よし、じゃあ頑張ってください。根っこを取ってください。取りましょう。頑張ってください。ましょ。じゃあちょっと。キムラシ。俺ほら、あれでしょうか。日光アレルギーでしょうか。日光がこう、かいいなじゃん。今までどんだけ日光を浴びてきたか。もうね、もう日光あったらかいいな。もうかいかも。今かいかも。あえてずだって。つうてもスコップこれしかないんですからね。じゃあ俺クワでやるよ。これ取れると。取れると信じて。手前にあれはないかな。うわ、やばいってこれ。なんでここ選んだんすか。だって、花壇に木植えるちょっと木がいて、ね、いたもこれ出していい。ですよ、邪魔なもん出していきましょう。よし、広くなった。あ、ちょっと一回休憩する。まだ5分ぐらいでしょ。5分は言い過ぎでしょ。5分でしょ、まだ3分です。うわ、根っこやばい、これやばいやば。ここまで来てますね。ああ、ほら、自然薯、自然薯。パパイヤってこんな大変なんだ。そうなんですよ、パパイヤ収穫するまでにこの作業が必ずあるんですよ。やっぱ、タガいる。カバーいるわ。気は抜けんわ。どこまでだ。ダメだなこりゃ。ひっくりとも動かんすね。これやばいって、動かんって。これいけると、取れると。やめようかな。どうします、まっすぐ下に3メートルぐらいに入ってたら。そうね、その可能性。ちょっとこれこだましい。作戦変更。作戦変更。はい、こだましい。言って、はい、無理これ。無理です。これね、はい、相当横にね、根はすごいけどね、今度は下に どんくらい入ってるかわからんけん。意外に枯れてだいぶ立ってるから大丈夫かと思ったら甘かったっす。無理や。諦めます。よし、パシャリ、パシャリと。ってことで。ここを整地してしますかね。行けますね、ここだったら。ここ行きますよね。はい。よし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 。こっち行きましょう。はい、行こう。じゃあ整地。もう一回やりまーす。よーし。無駄骨だー。よし。あとは
は腐葉土を入れて、はい、植えます。はい、植えてください。植えます。はい。はい、じゃあこちら。はい。赤玉土。はい。赤玉土と。はい。野菜とかの腐葉土を、うん、ざっと混ぜます。はい。もうこの土には栄養ないでしょうからね。吸い取られすぎて。うん。赤玉土入れて。赤玉土。なんか水はけを良くするように。あ、そういうこと？こんな感じで書いてますよね。腐葉土。腐葉土。カブトムシが大好き。おお、なるほど。腐葉土。うん。でこれを。混ぜる。そのようにブレンドする。パパイヤってあんま食べたことねえな。パパイヤ食べたことないですか？まあないですね。沖縄の人とかだったら。果物好きじゃないから。そっか。申し訳ないですね。付き合わせてしまって。いや。美味しいパパイヤ。これ結構あの植物がこう成長するの好きです。ああ。何も文句言わないからですか？そう。ああ、もう黙々と育ってくれる。文句言わないけど、黙ってしおれてきますね。手入れした分、こう、後から帰ってくる。ああ。よいしょ。パッパだね。パッパですね。めっちゃパッパになりますね。よいしょ。おっしゃ。いいかな。A で。あの人を連れてきます。誰ですか？パパイヤさん。抜け作？パパイヤさん。パパイヤパパイヤベニテング、ベニテングってなんか毒キノコみたいな、ね、確かにね。それをそのまんま植えます。ここいいね、ホースト毒圏が。確かにここだったら水やりできる、はい、まあなんか 木になるんですか？木ですね。あ、じゃあある程度大きくなったらもうそんなに水やらなくて自然の水で育ちそうですね、勝手に。そうなんですか？毎日木なら、ね、あげた方がいいかもしれない。じゃああげない。パパイヤはいじめんばいか。パパイヤは優しくしてください。はい、じゃあ埋めていきまーす。いってらっしゃい。あ、もうちょっと土いったかな、これ。んー、いいかな。あとでまこ。じゃあこんな感じで、結構ぼろわせましょうか、最初は。じゃあ、ん、へこませたらなんか水が、水が溜まって、はい、水たっぷりたっぷりなる。いいんじゃないですかね、多分。栄養はで、いつもの銀の卵やつかをトップ1杯ぐらいでいいんですかね。有機肥料、はい、周りにいっぱい取っていってないわからんけど栄養にやりすぎてあるのかな。あります、あります。あ、じゃあダメか、はい、肥料もやりすぎたら確かに。いいで、水あげますか。はい、これで水をあげる。草草よし、はい、優しくさシャワーで、はい、はい、水あげてください。とあー気持ちいいって言うよね。俺分かるもんね、最近植物の声が聞こえるようになってきた。気持ちいいでしょ。ぐんぐん大きくなるらしいですからね、これ。え、マジっすか。はい、じゃあ一日一日の写真をたまちが撮ってくれると。いやー、いいことだね、そこまでにでかくなると思ってでも実になってからが長いらしいです、うん、熟すまでが。あー、なるほど、はい、最初はだから野菜として食べれるみたいな感じ。どう思います？もういいですかね、植物の声聞こえます？やりすぎていいよ。遅い。 OK、 はい、あーし、じゃあこれで、はい、あとは成長を待つだけと。そうですね。まあなんか野菜の収穫とか、うん、そういう合間合間にこの成長記録が紹介できたらいいですね、はい。まあ、実がなるまではちょっとありえないでしょうけど、うん、実がなってきたって話ですね。はい、ってことでパパイヤを植えてみましたでした。植えてみました。今後が楽しみですね、はい、ありがとうございました。お疲れでした。じゃあおまけとしてひまわりでも見ましょうかね。まあまあ大きくなってほら、今日のひまわり日記、大きくなって嬉しいな、キムを。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。